荻ぎくぼかは、日本の作曲家、指揮者、東方音楽大学特任教授、日本の合唱会を代表する合唱作曲家である、埼玉県に生まれる、埼玉県立川越高等学校の音楽部に、所属して男性合唱を行う傍ら、ピアノ伴奏を務めていた。音楽部の顧問として、第31回 NHK 全国、 学校音楽コンクール全国優勝、第32回準優勝、結果1964年から1968年に、同 NHK コンクール5年連続全国大会出場の成績を残した名物教諭で、東京音楽学校作曲家卒の経歴を持つ牧野、光に、ピアノと作曲を指示した。高校3年生在学中に、諸女作として佐藤八郎作詞、 お母さんに曲をつけた男性合唱組曲を書き上げ、1970年秋に同校音楽部の第20回定期演奏会にて披露した。自ら演奏したピアノ伴奏に将来性が高く感じ取られ、好評であったという。その後東京芸術大学に入学、同大学院作曲研究科を修了。在学中、島岡譲、八代明を、 マミアヨシフ、野田明之に作曲を、丸山哲茂、クロイツァートヨにピアノを指示。1976年、二つのオーケストラのためのレインダンスにて、第45回毎日音楽コンクール作曲部門、第1位を受賞。1978年度文化庁芸術祭、参加作品として移植された、混声合唱曲、季節への眼差しによって、 合唱会での知名度が高まる。自身のライフワークとして、縄文シリーズを挙げている。1987年に、混声合唱団コールクライスを結成し、指導に当たっているほか、数多くの合唱団の客演指揮者を務めている。教育活動でも多くの功績を残し、優秀な文人を多数輩出している。最も有名な弟子に、2010年度、竹光徹作曲賞。 第2位を受賞した、南波バがいる。縄文シリーズ、小木久の合唱作品の中で、特に重要な位置を占めている、作品群、すべて捜査魂の詩による、ミサ曲その他の組曲、曲集短曲。ありがとうございます。